皆さんこんにちは。旅行系 YouTuber のマルコです。今回はフィリピンにあるセブ島旅行ガイドということで、初めてセブ島に行く方、久しぶりにセブ島に行く方など、セブ島旅行に不慣れな方々に向けて、旅行に必要な知識やアプリの体験談などを初心者目線でお届けしていきたいと思います。今回の動画では、まずはここからセブ島の地理、気候、電圧、プラグなどの基本情報、出国前の事前準備、飛行機を使い日本から出国する際の注意点、現地空港に到着後の入国審査について、通貨や両替、お金の支払いについて、ネットが使えないと行動力半減、SIM カードの入手について、タクシーなど現地での移動手段について、絶対に入れておきたい地図アプリ Google マップ、正直私はほとんど必要なかった翻訳アプリについて、このような構成でお届けしていきたいと思います。それではまずはセブ島の地理、気候、電圧、プラグなどの基本情報からお届けしていきたいと思います。セブ島はフィリピン中部のビサヤ諸島にある島で、南北に225キロにわたって伸びる細長く大きな島、大小7000以上の島々で構成されるフィリピンの中で一番の人気旅行先となっているのがこのセブ島になります。面積は4422キロ平方メートル。周辺にはマクタン島、バンタヤン島、マラパスカ島など小さな島々に囲まれています。セブ島と聞いて真っ先にビーチリゾートを思い浮かべる方も多いかとは思いますが、有名なビーチリゾートが立ち並ぶ場所は、正確にはお隣のマクタン島。そのマクタン島にはセブに訪問される方のほとんどが利用されるであろうマクタン・セブ国際空港があるぐらい近い場所になります。実際のところはセブ島とは州の名前で、マクタン島、バンタヤン島などが含まれる総称になります。そして気候に関してですが、セブ島の気候は熱帯モンスーン気候。熱帯モンスーン気候は年間を通して気温が高く、降水量も多いのですが、若干の寒気があるのが特徴になります。12月から5月の晴れた日が続く寒気と、6月から11月の降水量が多い雨季がありますが、日本の梅雨の時期のように一日中雨が降り続くことはとっても稀のようなので、ほとんどの場合は一時的に激しい雨が降り一気に晴れるということが多いようです。日本との時差は1時間。言語につきましては、フィリピンの公用語はタガログ語になりますが、セブ島で用いられている言語はセブアノ語。フィリピンは英語が第二言語として使われていますので、英語が通じる方も非常に多かったと感じました。電圧に関しましては、日本が100ボルトに対してセブ島は220ボルトになりますので、電化製品を使うときには注意が必要。100ボルトから200ボルトまで対応している電化製品もたくさんあるかとは思いますので、スマートフォンやカメラ、ドライヤーなど海外に行かれる際はしっかりと電圧を確認されることをお勧めします。コンセントのプラグに関しましては、セブ島では日本と同じ A タイプのプラグがそのまま使えるところがほとんどです。中には日本とは違う形状のコンセントもありますが、A タイプのプラグをそのまま差し込んでも問題ありません。続いて出国前の事前準備、飛行機を使い日本から出国する際の注意点。まず事前準備になりますが、日本国籍の方は
観光や商用の場合は、フィリピンの入国にはビザの申請は必要ありません。また日本を含む特定国のパスポートは残存有効期間が6ヶ月未満であってもフィリピンは入国可能とフィリピン政府は発表しているようですが、実際のところはフィリピン入国の際やフィリピン行きのフライトを搭乗の際にパスポートの残存有効期間が6ヶ月未満のため入国ができなかったり搭乗拒否に遭う事例が発生しているようです。フィリピン滞在の予定期間に6ヶ月を加えた残存有効期間のパスポートをご用意いただくことを強く推奨すると外務省のホームページにも記載がありました。またすべての旅行者は2023年4月より e トラベルというものへの登録が必要になります。簡単に言うと入国カードみたいなものなんですけど、渡航者全員分の ID を作成したり、顔写真を登録したり、英語で書いてある文章を読みながら探り探りで質問に答えたりと、決して登録は簡単にすぐ終わりますと言えるようなシステムではありませんでした。この登録をしておらず入国審査の際に高圧的に指摘されてしまっている方もいらっしゃいましたので、皆さんは忘れずに登録をしていただければと思います。またセブ島でスマートフォンを利用される方は通信環境をどう整えるかを事前に考えておく必要があります。こちらに関しましては後ほど詳しくご紹介させていただきます。そして空港への到着時間、国際線を利用する場合は一般的には2時間から3時間前には空港に到着しておいた方がいいと言われています。チェックインの締め切り時間や搭乗締め切り時間もかなり前もって設定されていますし、厳重な保安検査、税関審査、出国審査と必要な手続きもありますので、時間に余裕を持って行かれることをお勧めします。続いて現地空港に到着後の入国審査について、まずはこちらがセブ島の空の玄関口、マクタンセブ国際空港の入国審査場。こちらでは先ほどの e トラベルさえしっかり登録されていれば、顔写真の撮影と何日間滞在するのくらいの簡単な質問で終わりました。そして入国審査を通過した先で一般的な空港同様に預け荷物を受け取るレーンがありますが、その先にもう2つ関門があります。手荷物を受け取った直後のところには手荷物検査場があり、こちらで入国前にも X 線での荷物検査があります。おそらく危険物などの持ち込み禁止品を確認しているものだと思われます。そして手荷物検査が終わってすぐのところで、渡航前に登録した e トラベルを確認する場所がありますので、入国時に発行された QR コードをかざして入国、このような流れになっていました。続いて通貨や両替、お金の支払いについて、セブ島のあるフィリピンでの流通通貨はフィリピンペソ、単位はフィリピンペソ、補助通貨はセンタボになり1ペソ100センタボになります。この動画を作った2024年6月時点のレートは1フィリピンペソが 2.67 円。両替に関しましては、やはり現地の両替所で両替をするのが一番いいかと思います。また現地到着後に交通費のためということであれば、空港での両替は最小限に抑えた方がいいかもしれません。日本の空港で両替をするとレートが悪いことがほとんどになりますので注意が必要です。また現地でのお金の支払いについて、海外旅行中は基本的にはクレジットカードで決済
という考えの方も多いかとは思います。しかし私の場合、セブ島ではあまりクレジットカードを使う機会はありませんでした。ホテルやレストランなどではクレジットカードも対応しているお店もありました。しかしタクシーをはじめとして屋台や小さなお店などは現金のみのお店も多かったように感じます。また私のクレジットカードが活躍できなかった理由はもう一つありまして、物価がとても安いということも大きな理由でした。タクシーで 2,30 分移動したとしても400円から500円ぐらい、お水1本買うのも30円から40円、屋台などで立派な料理を注文したとしても500円前後、両替したフィリピンペソを使わなきゃという気持ちもあり、カードを使う機会はあまりありませんでした。しかし一つだけ注意点、今お話ししたように日本でいう10円100円単位で支払いが行われる国、一番金額が大きい紙幣が1000ペソになるのですが、お水が30円から40円の国で2700円程度の紙幣を出すと支払いを断られることもたくさんありました。私は最初に手元にあった紙幣は1000ペソ紙幣が5枚、これを崩すのにどれだけの苦労をしたことか。皆さんは両替の際に1000ペソ紙幣があった際はそのタイミングで崩しておくことを強くお勧めします。続いてネットが使えないと行動力半減、 SIM カードの入手について。先ほどもお話しした通り、現地での通信手段は出国前にしっかりと検討された方がいいかと思います。 Wi-Fi ルーターのレンタル、 SIM カードの差し替えなどの手段もありますが、今回私は物理的な SIM カードの差し替えも必要がない eSIM というサービスを利用しました。日本にいる際にインターネットで申し込みを行い、日本にいる際に簡単な設定、現地に到着し設定をオンにしてしばらくすると現地の電波を受信して使えるように、通信速度も全く問題なくと言いたいところではありますが、セブ島から離れた島に行った時ややはり市街地から離れると不安定になることもありました。おそらくこれはどこの会社を使ったとしても一緒ではないかなと思います。ただ市街地では問題なく使うことができましたし、料金も3日使っても600円ぐらい。動画の概要欄にリンクを貼ってありますので、通信手段選びの際に参考にしていただければと思います。続いてタクシーなど現地での移動手段について。まずはじめに、セブ島には鉄道はありません。主な移動手段としてはタクシー、日本でいうバスのような決められた経路を走るジプニーと呼ばれる乗り物、そしてタクシーと同じような感覚で使うことができるトライシクルが候補に上がってくるかと思います。一般的な観光客に関しましてはタクシーを利用するのが一番便利で快適に移動できるかと思います。セブ島のタクシー料金は本当に安く、先ほどもお話しした通りタクシーで 2,30 分移動したとしても400円から500円ぐらいの相場、たとえ空港から市街地で1時間ぐらい乗車したとしても1800円ぐらいで移動することができます。私は最初は有名なタクシー配車アプリのグラブというサービスを利用してタクシーを呼んでいました。他の国で使った際に本当に安くて便利に使うことができていたので。しかし私がセブ島で利用した時は
待機をしている車が本当に少なくて、呼んでから来るまでに20分ぐらいかかったことも。おまけに需要と供給で値段が変わってしまうのか、一般的なタクシーのメーターで行くよりも割高になってしまったケースも。私が慣れていないだけかもしれませんが、皆さんには私と同じような経験はしていただきたくないです。続いてトライシクル。簡単に言ってしまえばタクシーのバイク版。正確には三輪車になっており、車両には屋根付きの座席が付けられており、車のような感覚で乗ることができます。窓やエアコンはありませんが、この乗り物が最高。フィリピンの風を感じながら移動することができ、乗り心地は最悪。まるで遊園地の乗り物に乗っているかのような感覚で楽しむことができました。本当はもっともっと乗ってみたかったんですけど、基本的には郊外で運行されているんですかね。お値段の相場もタクシーよりかは安くなりますが、メータータクシーと違って事前の値段交渉は必須。ぜひ皆さんにもこの海外ならではの雰囲気を味わっていただきたいです。そして最後はジプニー。日本でいうバスのように決められた経路を走る乗り物で、正確には乗り合いタクシー。日本のバスのようにバス会社がというよりかは、個人が許可を取って運行しているようなイメージで、やってくるジプニーの値段や姿形は本当に様々。バスではありませんので時刻表があるわけでもありませんが、人気路線だとひっきりなしにジプニーがやってきます。しかもバス停という概念もありませんので、乗りたい場所で手を挙げれば止まってくれる。本当に便利だと感じました。お値段はだいたい25円から50円くらい。 Google マップで目的地までの道順を検索しても表示されますので、とても便利です。ただ問題は時間が全く読めないということ。先ほどお話ししたように時刻表があるわけでもなく、あくまでも乗り合いタクシーになりますので、お客さんが少なければ車を止めて呼び込みを行います。こちらも先ほどのトライシクル同様に乗り心地も最悪ですが、フィリピンで乗った乗り物の中で一番楽しくて、次回フィリピンを訪れた時はできる限りジプニーで移動したいな、そう思わせてくれるような素敵な乗り物でした。続いて絶対に入れておきたい地図アプリ Google マップについて。こちらは普段から使われている方も多いのではないでしょうか。行きたい場所を入力するだけで、その場所を地図上に表示してくれたり、そこまでの徒歩ルート、公共交通機関でのルート、車でのルートを表示してくれるアプリになります。セブ島で使用してみた感想としては二重丸といったところでしょうか。徒歩ルートやそれぞれの手段で所要時間や乗り換えなども問題なく表示されていました。先ほどもお話しした通り、ジプニーを使った経路、乗り換えを含めてこちらもしっかりと表示されていました。今回の旅の大きな力になってくれましたので、これだけは絶対に入れておきたい必須アプリとも呼べるかと思います。最後に、正直私はほとんど必要なかった翻訳アプリについて。私は海外旅行の際は Google の翻訳アプリを必ず入れていくようにしています。ちなみに私の英語力は一般的な日本人と同じぐらいの英語力になります。冒頭でもお話しした通り、フィリピンでは英語が第二言語として使われていますので、セブ島では80% ぐらいは英語でのやり取りだったように感じます。飲食店に関しましては日本語メニューが置いてあったり、日本語で注文ができたりというようなことはありませんでしたが、必
簡単な英単語や身振り手振りで注文できましたので、過度な心配は必要ないかと思います。ただ、中には英語が全く伝わらない方もいらっしゃいましたので、やはり文明の利器には頼りたいところです。ご紹介しております Google の翻訳アプリでは、通常の翻訳ができることはもちろんですが、カメラを使ってリアルタイムで文字を翻訳できる機能もあります。おまけに事前に言語をダウンロードしておけば、オフラインでも翻訳できるという便利機能が満載。ぜひ皆さんもせっかくの便利なアプリを存分に使い、素敵なご旅行にされてみてはいかがでしょうか。今回はフィリピン・セブ島の旅行ガイドということで、さまざまな情報をお届けしてきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。